坂本です。今回は老化した足でこんなウォーキングをしていたら危険な理由と対処法について実践していきます。足の老化を実感するのは自分のイメージ通りに歩けなくなってきた時だと思います。つまりは歩く距離が減ったりすぐ疲れたりなど、こういった風になってしまう原因が何なのかというと、ほぼ全ての人が筋力不足が原因でこうなっていると考えると思います。筋肉がないから自分の思い通りに体が動かない、すぐ疲れてしまう。確かに筋肉が落ちていくことでそうなる部分もあります。だからこの考え方が間違っているというわけではないんですが、このような足の老化とはほぼ全てのケースで足の筋力低下だけで起こる症状ではないんですね。大多数の足の老化というのは筋力低下の前に足の筋肉疲労が起こります。この足の筋肉疲労というのは足の筋肉の動きをすごく悪くしてしまうんですね。そしていくら筋力があっても筋肉の動き自体が悪くなってくると、イメージ通りに動けなくなってきたり、すぐに疲れるようになっていきます。でもそうやって足の老化を感じ始めると、ほとんどの人がもっと動けるようにとウォーキングをしようとか、ウォーキングをさらに頑張ろうとします。ですがこの時にウォーキングのやり方を間違えてしまうと、さらに筋肉は疲労して動かなくなっていくんですね。そのまま疲労が蓄積していくと、この先何が起こるのかというと、筋肉の疲労が限界に達することで動かなくなってくる以前に違和感や痛みなどの症状が現れるようになってきます。それも放置していると痛みが止まらなくなってきたり、痛みが強くなりすぎて動けないということにもなりかねないんですね。なのでウォーキングをするときにですね、筋肉を鍛えるためにやるというこの目標を持ってもらうのは構わないんですが、それと同じぐらいに筋肉に無駄な疲労を残さないようにウォーキングをするという意識も必要になってきます。このウォーキングでの疲労を考慮していないというのは、絶対に将来にマイナスにしかならない重要な意識してほしいたった一つのポイントです。なのでですね、ウォーキングで筋肉を鍛えるに合わせて、ウォーキングではできるだけ疲労を残さないようにする、今日からこれを意識してもらえればと思います。ということでですね、じゃあ実際どんな歩き方がダメで、どのように歩けばいいのかということと、筋肉に疲労を残さないような体に変えていくトレーニングを実践していきましょう。はい、じゃあですね、疲労を残さないためにウォーキングするために大切なことというのはですね、筋肉をまんべんなく使うということです。歩くという動作はですね、足を前に出して体重がですね、後ろからこういう風に前に行って、また次の足が出てという風にですね、しっかり前に進む力を出しつつ、さらにですね、左右に無駄にこういう風にあまり触れないようにして歩いていかないといけません。そうやって正しく歩けることによって、歩く時に使う筋肉にまんべんなく負荷をかけられる。だから疲労が蓄積しにくい体になっていくんですけれども、歩き方が崩れてしまうとですね、筋肉の一部分だけを使った動き方になってしまうと、そこにだけ力が集中していくので、そこの筋肉は疲労していく。筋肉はですね、全て連動しているので、一つの筋肉が疲労して動きが悪くなってしまうと、それに引っ張られて周りの健康だった筋肉の動きも悪くなっていき、やがて動きづらくなっていきます。なので疲労を残さないウォーキングというのはですね、できるだけ全身を使ったウォーキングということになります。ただ歩けばいいというわけではないんですね。そうなった時にですね、特によくやってしまう歩き方なんですけれども、一つがですね、歩幅が狭くなって、こういう風につま先から歩く、つま先歩行ですね、こういうような歩き方する人、これはですね、重心がこういう風にあまりにも前のめりになりすぎているので、体の前側ばかりにですね、力がかかりすぎます。そしてその分後ろ側にですね、あまり力がかからなくなっていくので、この歩き方をしていると前側の筋肉が疲労して、どんどん足の動きが悪くなっていき、膝とか股関節とかですね、そういった関節に不調や痛みっていうのを出しやすくなってしまいます。そしてですね、次の歩き方がですね、こういうふうにですね、足を上げて歩く人ですね。これはですね、よくつまずくような経験がある人とかはですね、つまずきたくないと思って上げてる人とかですね、あとはトレーニングになると思ってあえて上げてる人がいると思うんですけれども、これで長時間歩くというのはですね、良くないですね。そもそも歩きづらさを感じているということは、その時点で筋肉に疲労が溜まっているケースがかなり高いんですね。そこからさらにこの足を上げるっていうこの動作を入れて歩くことによって、疲労をさらに加速させてしまう。この歩き方を続けていると、筋力が鍛えられる前に疲労が溜まるスピードが速すぎて、足のどこかに不調を出してしまう確率の方がすごく高くなってしまいます。さらにこの歩き方をして、この歩き方に慣れてしまうと、何が問題なのかというと、これ力が上に逃げちゃってるんですね。日常もこの歩き方になってしまうと、前に進む力あんまり出せなくなっていくんで、すさまじく疲れます。なので自分で歩けない方向に持っていっちゃってるんで、この歩き方ですね、これもやめないといけないです。そして次がですね、こういう風なすり足歩行かですね、こういう踏ん張り歩行って言ってもいいですけれども、こういう風に足をですね、地面
面から離さず歩こうとする人、これもこけてしまうのが怖いっていうのがあって、常に地面をこう踏みしめようとして歩く人に多いんですけれども、地面をですねしっかり踏みしめようと思ったら、指をですねこういう風に曲げて、地面を実際は掴めないですけど掴むような感覚で歩く人が多いです。で、自分でですね一回ギュッと常に足の指にですね曲げて力入れててほしいんですけど、足全体にかなり力入ってきて疲れてくるというのが分かると思うんですよ。このやり方で歩いていると足全体の筋肉使ってるやんって思うかもしれないですけど、これはやりすぎです。これもすごく足の筋肉をですね疲労させていきます。そしてこの歩き方もそうですけど、こうやって癖づいてくると普通に歩こうとした時にもう歩けないっていうことになってしまいかねません。この歩き方する人は大体ですね最後杖に頼らないといけなくなってくる歩き方なんで、この歩き方でウォーキング行ってこんな歩き方癖づけてるぐらいだったらやらない方がマシなぐらいです。まず歩く時に絶対大切なのは脱力しているということです。これを作った上でですね、しっかり力を抜いた状態で股関節を動かして歩幅をできるだけ広く取っていく。広く取るといってもかかとからですね地面につけるぐらいの広さがあれば十分です。そうするとしっかりかかとから地面についてつま先方に体重が移動していくので、しっかり筋肉をですねこういうふうに全部無駄なく使うことができます。その分かかる負荷も分散されるので疲労も溜まりにくくなっていきます。そしてもう一つなんですけど、歩くスピードが遅すぎるといくら歩幅を広くして歩いても体重が乗ってる時間が異常に長くなってしまうので筋肉がすごく疲労します。で、ここで止めた状態からですね歩くために足に力入れてくださいってなると結構力入れないと前に進めないんですよ。これなんでかっていうと、スピードが遅すぎて勢いがないから足の筋肉だけで前に進まないといけない状態になってしまってるんですね。なのである程度ですねスピードを出して勢いを利用する。そうするとそこでも無駄に筋肉に疲労がかからなくなります。で、このスピードを出すためにですねしっかりですね体上半身腕をですね振って歩いていく。こうすると腕の振りの分スピードが出るようになるので、さらに無駄な疲労が足の筋肉にかからなくなっていきます。なので体の力をまず抜いて腕を振ってですねスピードを出して全身の関節をしっかり動かすイメージを持って歩幅を広げて歩いていく。今日からですねこの歩き方でウォーキングに行くようにしてください。ということで、さらにですねこういった関節とかをですねしっかり動かせるようになるトレーニングをやっていきましょう。じゃあですね片方の足をですねこういう風に前に出す。で、後ろの足をですねつま先立ちになるぐらいまでできれば足を前に出してください。で、その時にですね手をですね思いっきりバンザイするで戻す。これを30秒ですね左右今からいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次反対の足ですね。同じように30秒いきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね寝転がってもらってですね片方の膝を立てて股関節を意識してですねこの膝を胸に近づけていく。これを30秒左右ですね今からいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次反対ですね。同じように30秒いきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね今度は膝を立ててもらってこの状態からですね足を伸ばして戻す。で、次反対ですね伸ばして戻す。これを30秒2セットですね今からいきましょう。
じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。では今回の動画を参考にしてこれからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。